まあ、自分が見に行ったジャイアンツ戦は何だったのかなというぐらいのね、ここ最近のピッチングであります。お疲れ様です。KT です。今日は8月25日ということで、本日も KT チャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。はい、全国のカープファンの皆さんおめでとうございます。広島カープさよなら勝ちとなっております。ヤクルトスワローズの3連戦の初戦ですね。大事な大事な初戦、取ることができました。昨日ね、ちょっと見せ場なく、ベイスターズに負けてしまったということで、ちょっとだけ嫌な感じはありましたし、まあ移動ゲームということでね、どうなるかなというところで心配はしていたんですけども、しっかりカープの頭取ることができました。これで広島カープ今季5度目のサヨナラ勝ち、ハッピースライリーの登場ということになっております。それからですね、一部ちょっと珍しい記録、同一シーズン同一カード、つまりヤクルトスワローですかね、に対して10連勝、マツダスタジアムでということかな、はい、というなんかニュースも出ていたんでね、まあこれどうでもいい記録なんですけども、一応出ておりましたんで紹介しておきますということになりますけども、なんとか、カードの頭を取ることができたんでね、良かったと思います。で、今日で行きますと、初回にですね、幸先よく3点を取ってというところでですね、まあ今日もなんとか勝てるかなというような展開だったんですけども、3回までにね、その3点を吐き出してしまってということで、その後、両チーム硬直状態が続きましてということでね、どっちに流れに行くのかなというところで、最終的にカープが勝つことができたということで、非常に大きい勝利となっていると思います。はい、で、ちょっとね、9回のところなんですけども、まずはもうサンタナ選手に学びましょうということで、素晴らしい守備がありました。矢野選手送りバントしまして、相手のピッチャー清水投手ですね。で、一瞬サードを見ての、ファーストへの送球になったんですけども、まあ、それによって、ファーストへの送球がショートバウンドになりました。で、セカンドのこの時山田哲人選手かなが、取ることができず、それから前に落とすこともできず、後ろに反らしてしまってね、で、カープとしては、おこのままさよならだと思ったんですけど、まさかそこにサンタナ選手がね、しっかり詰めているというプレーがありましたね。これは素晴らしいプレーだったと思います。もう敵ながらね、本当にこの見習わなくてはいけないというプレーになったと思います。もう両南線の桜木花道かのようにね、なぜそこにいるみたいな、ところにですね、サンタナ選手がいて、葉月選手のホーム戦果をね、阻止されたと。まあ結果的にね、カープが勝ったんですけども、ああいう一つ一つのバックアップが、きっちりやれているチームはね、これから絶対強くなっていくと思いますんでね、その辺はしっかり学んでいきましょう。で、サンタナ選手はよくですね、打球に対する反応とかね、タイマーのところが、ある姿もね、見てきたんですけども、まあ今日に関しては素晴らしかったというプレーになっております。はい、で、その9回の攻防なんですけども、まあカープでいけばね、守備固めで出てきた矢野選手がですね、もうキャノン炸裂で、まあ栗林投手の、フィールディングも良かったんですけども、ノーアウトランナー一塁からの、バント処理でゲッツーを取るというプレーがあったんですけどね、まあ守備固めの矢野選手が効いて、併殺は取ることができたというところに対してですね、スワローズの方は守備固めで出てきた、こちらは村上選手を、ファーストに追いやって、サードに出てきたのが、ごめんなさい、名前を忘れて、竹岡選手ですね、はい、が出てきて、まあ、ダイソーから入っているんですけども、まあ、こちらは、ね、守備を期待されてというプレイヤーがミスをして、ランナー2塁まで行ってという展開になってしまったので、ね、やっぱり守備固めと、それから送りバントというのは非常に重要になってくるのかなというのは、ね、9回の攻防であったと思います。はい、で、その9回なんですけども、カープですね、もうこれぞ新井監督が目指している野球かというかのごとくですね、ノーヒットでの1点でサヨナラ勝利をもぎ取ったということで、まあ最後ね、坂倉選手見事な犠牲フライだったんですけどね、まあそれも含めて、いい攻撃だったんじゃないかなと、相手のミスを突き込んで、小園選手のね、走塁も素晴らしかったですね。はい、ということで、ノーヒットで1点を取ってサヨナラ勝ちということで、非常に素晴らしい攻撃だったと思います。はい、というわけで、カープの方は今日もね、勝ってカード、頭を取って、なんとかこのスワローズ戦も勝ち越しを目指して、頑張っていきたいなというところではあるんですけども、1位のタイガース戦負けませんね。戸郷さんということでね、今、戸郷田投手と同じく10勝を挙げている、戸郷さんなんでね、今日はもうタイガース、やっつけてくれというふうに期待しておりました。まあ、ここでね、11勝挙げられても仕方ないということで諦めていたんですけども、戸郷さんまさかの炎上ということで、タイガースが勝利しております。なかなか負けませんね、タイガース。これで好調、本当に、交流戦以降ぐらいですね、もうずっと、好調を維持してくるということで、まあ、このままね、本当にずっと、好調を維持していくというのは絶対にないと思いますんでね、9月のどこかで落ちるか、それか、10月にこれね、落ちてくるな、いや、
落ちるねということで期待したいなというふうに思います。でカープがまああの優勝を逃して2位でのクライマックスをね、進出となってジャイアンツもしくはベイスターズともにですね、マツダスタジアムではまあ負ける要素はありませんので、ファイナルステージへの進出ということはねもう間違いなくあると思うんですけども、その時点で、タイガースが状態落ちていればこれはもう日本シリーズ進出も全然いけるということになりますんで、まあタイガースねこのままもう好調で行くなら行っていただいて、9月の末それから10月ぐらいに入って、調子を落としていただきたいなというふうに目論んでおりますんでね、この辺もしっかり注目して見ていきたいと思います。はい、そんな感じでですね、まあタイガースとカープの優勝確率というところをですね、いつもコメントいただいておりますモン吉さんですね、こちらのチャンネルが誇るデータ班のモン吉さんが、コメント欄にその辺を載せてくれたんですけども、ちょっと自分はですね確認できておりません。はい、というのはですね、数字の羅列になりますと、YouTube の方が反応して、ちょっとスパムコメントじゃないかということで、勝手にですね、もう、この投稿主にも勝手にですね、シークレットにしてしまうということで、で、さらにですね、まあ、そのコメントをいじるところがあるんですけど、ページがあるんですけども、まあ、そこで探しても出てこないという今、現象に陥っておりまして、大体のコメントはそこにね、入っていまして、フィルターを外す、もうどんなコメントでも表示するよというモードにすると、出てきてくれるんですけども、今回のそのね、吉さんの、コメントに関してはフィルターを外しても、ちょっと現れないということで、まあ YouTube のそういう機能に対して、詳しい方いたらね、こうやってやったら出てくるよというのをまた教えていただけると嬉しいです。せっかくね、作っていただいた情報なんでね、なんとか皆さんにも、見ていただきたいというふうに思いますんでね、コメントの出し方を分かる方は教えてください。よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日もですね、選手一人一人、振り返っていきたいと思います。まずはじめ野手の方から見ていきます。1番菊池選手、今日は一度も出塁ならずということでね、ちょっと小休止という形にはなってしまいましたけども、まあしっかりね、いいところでバント一発で決めてくれました。これ何回だかな、8回ですね。はい、バント1球で決めたということで、まあ初球はですねストライクではあったんですけど見逃すというところがあって、まああそこですね、仮にボールで入ってきたら次の球はまたねいろんな作戦を考えようというところで、ね、一球待てを出したんですけども、まあ他の選手ですね、野間さんにしろ小園さんにしろ、まあ今日決めた矢野さんにしてもですね、意外とバントうまくないという選手が多い中で、まあ菊池選手は一球ね、あれば十分だということで、ワンストライクまでは待てを出せるということで、この辺はさすがの菊池選手かなというふうに思いました。その後もね、しっかり送るところがやっぱり菊池選手ですね。はい、ありがとうございます。今日はね、バッティングヒットの方では貢献なかったんですけども、そういうチームの献身的なプレーで貢献してくれました。はい、そして2番の野間選手ですね、その8回のことかな、菊池選手の送りバントで、ランナー2塁、2アウトランナー2塁を作って野間選手に回すというところがあって、素晴らしいバッティングですね。サードライナーというところで終わってしまったんですけども、まあ、得点圏での勝負強さというところにかけて菊池選手バントさせてというところだったんでね、まあ、バッティング内容も良かったんでね、相手に流れが行く攻撃ではなかったんで、野間選手惜しかったですね。あれが抜けていればヒーローだったんですけどもというところです。はい、で一方で守備の方ですね、まあ秋山さんの離脱によって、ここ最近はねセンターを守ると、上本選手もいないので、センターを守るということが多いんですけども、7回ですね、大道投手が投げている時に、浜田さん、ランナー2塁からだったんでね、結構前の打球にね意識を傾けている中で、左中間大きい当たり飛んでったんですけども、しっかりですね打球まで一直線、落下地点まで一直線で追って、キャッチするということで、あの守備もね、今日のゲームの流れの中では非常に大きいプレーだったかなというふうに思います。はい、そして続きまして3番の小園選手ですね、まあしっかり1試合1本はヒット出るというようなね安定感も出てきております。で打席でもどっしりしておりますし、狙い球もしっかり絞っているなという感じも出てきておりますんでね、素晴らしいバッターになってきたと思います。で初回でいけばですね2アウトからヒットで出塁した後、しっかり盗塁を決めるということで、その後のね西川選手のタイムリーで帰ってくるというところはですね本当に、理想的な攻撃だったと思います。1、2番が出塁できなくて2アウトから単打で出塁しても盗塁すればスコアリングポジションに行けるということをねしっかり示してくれたんで、素晴らしい攻撃でしたし、最後ですね竹岡さんが弾いた後の、二塁までしっかり行ったという走塁も素晴らしかったですね。あれ本当にセカンドベースに近い方向にね、弾いた打球が飛んでいったので、判断としては非常に難しいところになります。で自分の正面になるんでね、ベースから逃げていく、ような弾き方だったらまだね二塁取りに行くのは、比較的、やりやすいんですけども、ベースの
の近くに弾いた球なんでね、なかなかあの距離感といいますか、あの自分がセカンドに到達するタイミングと野手が打球に追いつく、それから送球するタイミングをこう計算してね、二塁まで行こうというのは、ね、判断難しいところなんですけども、しっかりセカンドまで取ってくれたというのが、まあ、その後の展開ね、サヨナラゲームにつながったのかなというふうに思います。はい、そして4番の西川選手、もう驚異のこの初回、タイムリー率ということで、まあ、昨日はならなかったんですけどね、まあ、その前のベイスターズ戦でも、初回にしっかりタイムリーを放ってということで、その前のジャイアンツもそうだったのかな。はい、しっかりね、初回のチャンスを、4番らしく返してくれる。まあ、ホームランはね、決して多いタイプの4番ではないんですけども、初回のチャンスにね、確実に1点取れるというのは、これはもう大きいんでね、西川選手、ありがとうございます。はい、そして続くデビッドソン選手、その西川選手の1点で終わらないということがですね、ここ最近多いですね。まあ、先日は、堂林選手がね、ホームランを打って初回のうちに追加点を取るということもあったんですけども、まあ、その後に、今日はデビッドソン選手がツーランを打って3点先制という形になりました。素晴らしいね、展開となりました。で、これで、デビッドソン選手は、15号ということになりまして、まあ、ワンチャン20本まであるなというところまでね、来ておりますんで、来日1年目でね、20本放てば、もう間違いなく来季の契約もあるというふうに思いますんで、ぜひマクブルーム選手にも復活していただいて、こちらの2人で1塁3塁守ってもらって、まあ、でも堂林選手もね、捨てがたいな、はい、難しいところになるんですけども、まあ、なんとかね、今年20本に乗せていただいて、来季もカープに残っていただきたいなというふうに思います。で、今日はホームランでね、貴重な2点を取った後ですね、何回の打席だったかな、これは7回の打席ですね、サードへのボテボテの当たりでしっかり全力疾走をして、村上選手のエラーを誘うということもありましたので、ね、まあ、記録は内野安打プラス冒頭の、2塁への進塁ということになっておりますけども、まあ、ああいうやっぱり全力疾走というのはね、相手を慌てさすということになりますので、ホームランだけじゃない、守備も頑張る、走塁も頑張るという助っ人デビッドソン選手、これからも期待していきたいと思います。はい、そして今日のヒーロー坂倉選手ですね、その前に9回の表ですね、もうヤクルト高津監督がやけくそになっているところ、ノーアウトでランナー出た、送りバントしたらゲッツー食らった、その後また1人出た、もうやけくそ盗塁いけと、言ったところですね、しっかりストライク送球をしてアウトにすることができたというのは大きかったですね。まあ、送球もですね、結構余裕持って投げておりましたね。コントロール重視というような感じに投げておりましたんでね。まあ、これは今年1年間、キャッチャー専念という形でやってきた経験がね、ここに来て生きてきたのかなということで、送球に対しても、余裕が出てきておりますんでね、キャッチャー坂倉選手として、本当に一人前になってきたのかなというような感じします。まあ、たまにね、イージーなパスボールみたいなところがあるんでね、まあ、その辺さえ、抑えてくれればもう本当にね、立派なキャッチャーになってくると思いますんで、坂倉選手これからも頑張っていきましょう。はい、で最後ですね、まあ、ノーアウト満塁ということでヒーローに、ね、なる美味しいところだったんでね、しっかり持ってってくれました。まあ、追い込まれてしまってね、ちょっと大丈夫かなという雰囲気も出たんですけども、低めの難しい球をしっかりライトのね、定位置やや後ろまで運ぶというバッティングで素晴らしかったと思います。はい、そして、今日7番に入ったのかな、堂林選手。まあ、状態は間違いなく良さそうなんですよね。まあ、ヒット1本出ておりますんでね、まあ、そこに関しては喋る必要もないんですけども、1打席目だったかな、石川投手から甘く入ってきた変化球をね、あれおそらく狙ってない球だったんですけども、まあ、甘く入ってきたから体が反応したか、とかいうような感じで、打ったらね、レフトライナー、結果的にはアウトだったんですけども、ああいう狙ってない球も甘く入ってきた時に反応できるというのがね、やっぱり状態いい証拠かなというふうに思いますんでね、いいかなというふうに思うんですけども、いいところでね、もう中途半端なバッティングをしてしまってと、いうことで、これは何回だったかな、7回ですね、そのデビッドソン選手をランナーを置いて、まあ、ダイソー出てたか、でその後に坂倉選手フォアボールで出塁して、ここでヒーローを持ってけドーバーと思っていたんですけども、中途半端に止めたバットに当たってしまってまさかのゲッツーということですね。なので、9回のところも、坂倉選手がもしね、打ち取られていたら松山選手に代打を送られるというような形になっておりましたんで、やっぱりね、ホームランも魅力なんですけども、チャンスでね、しっかり自分のバッティングをするというところもですね、気をつけてやってほしいなというふうに思います。はい、そして8番の末金選手はですね、まあ8番に入っているということもありましたね。まあ年齢はそこまで若くないんですけども、2年目の選手ということで我慢枠ということで出場しておりますんで、まあ我慢枠だから我慢しますということで、今日はいいとこなかったんでね、次回以降に期待したいと思います。で、明日もピーターズ投手左ピッチャーなんで、スタメンのチャンスあると思いますんで、明日はしっかりね、活躍してほしいなというふうに思います。
はい、で1個ね、ゲッツー、堂林選手がヒットで出塁した後、サードゴロでのゲッツー食らったんですけども、まあ当たり的にはね、全然悪くなかったんですけども、石川投手のね、術中にはまるというバッティングだったと思います。外に沈んでいく球かな、あれをまあ引っ張りに行ってはね、ああいう風に、内野ゴロになってしまって、ゲッツーになってしまいますんで、末金選手 のパワーのあるね、右方向でもしっかりホームラン打つ、技術もパワーもありますんで、ああいうタイプの石川投手のようなタイプこそ、逆方向への意識を持っていけば、もっと攻略できたんじゃないかなというふうには思いました。はい、で途中出場の田中選手内野安打惜しかったですね。まあリクエストで、覆ってしまって、もともとセーフだった判定が、高津監督の、リクエストによって、アウトに覆るというプレーもありました。そして大森選手、同じような、ね、当たりだったんですけども、いいコースに飛んでて、出塁したということになっております。はい、で矢野選手ですね、栗林投手の、セカンドゲッツの、セカンドベースからファーストへ、もう矢のような送球ですね。本当に、キャノンというような、ね、ふさわしい送球してくれましたんでね。まああれ小園選手だったらどうかどうだ、まあ、アウトかもしれないんですけども、まああの矢野選手のね、本当に、素晴らしい送球があってゲッツーが成立したということになっております。まあその後ね、バントもきっちり決めたというところも素晴らしかったと思います。ちょっとね、初球見る感じ怪しいところはあったんですけども、まあ結果的にね、しっかり送った、しかも相手のミスも誘ったということで、素晴らしい打席だったと思います。はい、以上ですね、野手のところになっておりまして、続きまして、ピッチャーのところも振り返っていきたいと思います。はい、まずはじめ先発森投手、今日は6回と3分の1、7回途中まで投げて、6安打3失点ということで、まあクオリティスタートということになりました。で自己最長をね、更新したということで、まあ新井監督もね、成長してもらうためにあえて生かしたと、7回のマウンドに立たせたというコメントもありましたんでね、その辺はしっかりね、受け取ったのかなというふうに思います。はい、でまあ今日は3失点でね、まあ、クオリティスタートではあるんですけども、ちょっとね、取られ方の印象が悪いなというところですね。しっかり、せっかくね、初回に3点取ってもらったんですけども、3回で、全て吐き出してしまったというのはですね、ちょっと印象悪いかなというふうに思います。まあ、その後ですね、4、5、6まではね、0で抑えたんで、しっかり立て直したといえば立て直したんですけども、せっかく取った3点をね、3回で吐き出してしまうというのはもったいない感じもしました。で、さらにフォアボールが絡んでの失点であったりとか、2アウトからの失点ということで、ちょっとね、今日は序盤フォアボールがね出ていたということで、まあ一時期ですね、フォアボールも減ったなという印象あったんですけども、今日はね、またフォアボールがちょっと絡んでしまったというところは残念ですね。まあただ完全にコントロールできていないというよりは、ちょっとね、臆病というか慎重になりすぎて、コーナーをついて低め低めをついていこうと、誘いに乗ってくれみたいな感じで、まあ悪い時の栗投手ような感じでね、コースで誘われてくれみたいな感じで投げているのが、全て見極められて、ボールとなってフォアボールになってしまったんでね、まあ自分の、ボールを信じて、ストライクゾーンにどんどん投げてってほしいなというふうに思いました。はい、で今日はですね、まあ6回、7回途中での降板となったんですけども、まあ替え時はね、今日はもう本当に、スペシャルと言いますか、ベストだったなという印象ですね。まあ自己最長を伸ばす、ためのこのコンマ1というところ、まあ打者で言えば2人ですね、先頭にヒットを打たれて、送りバントを決められての降板になりましたんで、まあ3分の1というふうになるんですけども、このね、2人のバッターという経験がですね、次回、7回まで投げ切るぞというところのね、参考になる経験になると思います。素晴らしい経験となったと思います。でワンアウト取ったことによって大道投手への負担というのもですね、ちょっと軽くなったのかなというふうに思いますと、本当に替え時としてはベストだったかなというふうに思います。でまあランナー二塁からもね、大道さん登板となったんでね、余計力入ってしまって、まあアウト一つはね取る必要はないんですけども、力が入って、疲労軽減にはならないんじゃないかというふうにも見れるんですけども、まあ中継ぎピッチャーはね、常に全力、ランナーがいなくても全力というふうに考えますと、やっぱりアウト一つ、減ってくれたというのは大きかったのかなというふうに思います。はい、で野間選手の、まあ、いいプレーもありましたし、代打の切り札、スワローズの代打の切り札、川端さんを、しっかり切ったというところはですね、もうここ最近の大道さんの安定感というのがね、本当に際立ってきております。はい、そしてその後を受けました、島初週もここがですね、圧巻投球ということで、今日のねマンオブザマッチに、選出させていただきました。で今日は3三振かな、山田哲人選手、それから村上選手、サンタナ選手を、3者連続三振に切り取ると、打ち取ると、
切り取る、打ち取るということでね、もうこれ完全にカープの方に流れを持ってきたピッチングでありました。で、抑え方のバリエーションということで、まあ球種はね2種類、まっすぐとチェンジアップのね2つ、去年ぐらいはね確かカットボールも投げていたんですけど、今年ほとんど投げてませんね。はい、ということで2種類の、球種なんですけども、いろんな抑え方があるということで、山田哲人選手と、サンタナ選手に対してはもう2球でね、追い込んで、最後どうやって料理するんだというようなね、抑え方だったんですけど、一方で村上選手の時は、カウントを悪くしてもうあえてね、村上選手に球種を絞らせることによって、逆にツーストライクまでね、ストライクを投げれるというような感じで、追い込んでいって、逆に追い込んでいって逆王手みたいな感じでね、スリーボールまでいくけど、それによって村上選手がね、際どい球に手を出せなく なって、ツーストライクに追い込んで、じゃあ最後どうやって料理しようという形でね、まあ、あのチェンジアップもケアしながらということで、近めのまっすぐで、力で押し込んで、打ち取ったという形になったんですけどね、まあ、この2つの球種でこんだけ抑え込むことができる島内投手、素晴らしいなというふうに思います。まあ、あの自分が見に行ったジャイアンツ戦は何だったのかなというぐらいのね、ここ最近のピッチングであります。はい、そして最後投げました栗林投手、3勝目おめでとうございますということですね。まあ最後投げて、今日ちょっとひょっとしたらね、今日調子悪かったのかもしれませんね。ランナーをね2回出すと、2人出すという言い方は、正解じゃないかな、2回出すという形になってね、まあ先頭を出塁して、まあボテボテのね内野安打だったんで仕方ないんですけども、まあその後のフィールディングですね、長岡選手ですよね、確か足は、決して遅くないと言いますか、早い、長岡選手で、バントのゲッツーを取るということで素晴らしいプレーでしたね。もうフィールディングもね素晴らしかったですね、マウンドから降りてきて打球へのチャージも100点、そこからのターンも100点で、さらにセカンドへの送球も100点、矢野選手がファーストへ送球しやすい、送球をしてということですね。まあ、あれをね、セカンドだけのフォースプレーを狙うとね、低めに投げて、セカンドの矢野選手が伸びやすいところに投げるというのがベストの球になるんですけども、ゲッツーを狙うとなったらね、やっぱりこの顔の付近ですね、肩の付近、胸の付近に、投げるのがベストとなりますね。まさにそこに行って矢野選手もしっかり握り替えて、ファーストへキャノン炸裂ということで素晴らしい連携だったと思います。はい、というわけでですね、まあ今日はそんな感じで栗林投手が、しっかり抑えて最後のサヨナラにつながったということで、素晴らしいゲームだったと思いますということで終わります。まあ先発のね、ピッチャーに勝ちはつかなかったんですけど、まあこれはしょうがないかなというふうに言います。まあ自らですね、もらった3点を3回で、吐き出してしまったということで、まあこれは仕方のない、勝ちがつかなかったピッチングだと思いますのでね、次回また頑張ってほしいなというふうに思います。はい、というわけでですね、今日のところは以上となりまして、明日ですね、予告先発森下投手対ピーターズ投手というふうになっております。先日甲子園で優勝した慶応高校の、丸田くんですかね、1番先頭打者ホームラン、決勝で初かな、歴代初の、なります決勝での先頭打者ホームランを打った丸田くんにちょっと似ているというふうに言われている森下投手、ですね、まあ丸田くんに負けないようなバッティングでなんとか、自援護をしていただいて、26歳初登板の、勝ち星をね掴んでほしいなというふうに思います。で、相手ピッチャーがピーターズ投手ということで、これで7戦連続左ピッチャーがね、相手来ているということで、まあ今シーズンの序盤から中盤にかけてはね、ちょっと左ピッチャーが来ると、なかなか思うように点が取れない、勝利につなげれないということがあったんですけども、まあここ最近はですね、デビッドソン選手が安定してきた、堂林選手もいい感じになってきたということですね。で、相澤選手もですね、それなりに状態を戻してきてくれているということもありますんで、左ピッチャーが出てきてもね、得点力がそんな下がることがないということになっておりますんでね、明日も絶対勝てるというふうに信じております。はい、で、明日森下投手で、明後日黒原投手という予定になっておりますんでね、なんとかもう2つ勝ってカード勝ち越しを決めて、いい流れで黒原投手にね、バトンタッチしてあげたいなというふうに思いますんでね、明日絶対勝ちましょうということになります。はい、で、遠藤投手がね、ひょっとしたら日曜日登板かなというふうに自分見ていたんですけども、そうではないということになっておりますんで、で、来週の、火、水、木曜日かな、31日の長良川球場での、ジャイアンツ戦はおそらく玉村投手がね、出てくるんじゃないかなというふうに思うんでね、遠藤投手の次回登板がちょっと自分の中では見えていないんですけども、前回、復帰登板ね、いい球見せてくれましたんで、そこも首を長くして待っておきたいなというふうに思います。はい、そしてもう一点、ファームの方ではね、ドラフト1位の、斉藤投手もね、今季一番いいピッチングを見せてくれたということで、少しずつね、成長してきてくれておりますんで、まあ、来年どっかで1軍で登板して、再来年ぐらいにはね、バシッと1軍のね、ローテとは言わずに、1回投げて抹消してぐらいのペースでね、投げれるぐらい成長してきてくれるといいかなというふうに思いますんでね、じっくり育てていってほしいなというふうに思います。
はい、というわけで本日の動画は以上となります。最後までご視聴の方ありがとうございました。途中でですね、ちょっとお願いさせていただいたんですけども、コメント欄のちょっとトラブルに関して詳しい方いたらまた教えてください。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、今日の動画は以上となります。ちょっとですね、大事なコメントが見れなくて残念ですけども、そんなの関係でやっちゃおうということで終わりたいと思います。気持ちいい勝利ありがとうございました。失礼します。